こんにちは、リコです。はい、今回はリコ一人の動画なんですけど、こう洗面所にいるということはヘアアレンジの動画なんですが、今日はこんな感じで巻き髪をしてみました。コテをね、新しくゲットしたので、それを使いながら巻き方を紹介したいなと思うので、ぜひ参考になれば嬉しいなと思います。では早速やっていきたいと思います。まず新しくね、コテを買ったんですよ。で、そのコテが何がいいのかわからんくって、インスタグラムのストーリーで質問したらみんなが答えてくれて、それを参考に買ったんですけど、教えてくださった皆さんありがとうございました。で、その買ったやつが何かというと、クレイツのクレイツイオンプロフェッショナルっていうやつの32mm のコテを買ったんですけど、これを教えてもらって調べてみたらすごく評判が良かったので買ってみました。120度から210度まで上げれる。でもその200は超えへんかな、いつも170度くらいでいつも巻いてます。で、ちゃんとここ止めるやつがついてるから、こう机に置いとく時とかいいなと思います。で、まだまだリコも巻き髪は勉強中なんやけど、今日する巻き髪は全部外羽にしてまとまりが出る感じになるんやけど、イメージ的にはちょっと韓国の女の子っぽい感じの巻き髪になります。で、そんなに時間もかからないし簡単にできるので、おすすめのやり方なので紹介します。まずリコはこれくらいずつ巻いていくんですけど、コテをこう持って顔の外側に巻いていく。一旦毛先まで下ろしたら巻いて上まで、でちょっと待つ。そしたらこう一個ずつ外して全部に熱が当たるようにしていきます。そしたら最後はちょっとこう横に向けてシュッと外す。で、これはこのまま置いておきます。で、今回するやり方は全部外羽なので、ミックス巻きみたいな感じじゃなく、今どっちしたっけなっていうことがないので、急いでる時とかにおすすめです。もう一回言うと、こうやって下まで持ってきて、で上まで巻きます。で、ちょっと待って一個ずつ、ここもちょっと待つ、巻いていって、最後はこう横にして外す。こんだけ。これを多すぎずの量でやっていきます。なんでコテを買ったかというと、今まで持ってたやつが 28mm、 結構細かめのやつやって、髪の長さが肩ぐらいの時に買ったんですよ、そのコテを。ストレートアイロンとかでするより外羽がやりやすいからっていう理由です。その 28mm のやつを買ったんやけどもう伸びてきちゃって、その 28mm のコテで今巻いちゃうとくるくるパーマみたいになってしまうから、それが嫌でこの大きめのやつを買いました。他にも教えてもらったのはサロニアとかヘアユーロとか教えてもらったんやけど、値段とかも総合的に見たらこれがいいのかなっていうことでこれにしました。で、リコアマゾンで買いました。 OK、 じゃあとりあえずこっちは OK で、このまま放っておきます。こっちは前髪があるから前髪は残しておいて、その他を一緒のように巻いていきます。届いた当日ぐらいにインスタグラムに一回試しでやってみて載せたら結構評判が良くて、また YouTube で紹介してほしいっていう声が多かったのでやってみます。それともあと1ヶ月ぐらいで20歳になっちゃうので、大人計画ということで巻き髪を練習中。こうやって巻いたりするときは何かつけるといいのかな、最初に。髪も傷めやんし、持ちも良くなるやつとかきっと売っとると思うから、そういうのがあった方がいいのかな。で、このコテを使ってみた感想は、温度のロックのところがこうやって巻いてるときに押してしまって温度が変わってしまうこととか、リコも前のコテ使っとったときそういうことあったんやけど、これはない、今のところ。もう終わる。 OK。そしたらこっちはもうそろそろ冷めてきたと思うので、軽くこう内から手を通してこうねじってこうするみたいな感じにすると、綺麗にほぐれます。こんな感じでほぐれました。そしたらこっちもまあそろそろ大丈夫なので、一緒のようにほぐします。おお、いい感じ。わかるかな、なんかこの辺から動きが出てくるんって、ここら辺がまとまるの。
クロワッサンみたいなこんな感じで、まあこうやってほぐしても可愛いし、ちょっとこう毛先だけまとめてても可愛いのかなと思います。前髪は下ろさないので上げてくるくるっとねじります。もうこれはこうやって外にこうやってねじってこの辺で黒ピンとか本当は金とかで留めると可愛くなります。こんな感じでちょっとペタンとなりすぎてるからちょっとまあ崩す。そしたらこの辺がちょっとまだリコはボリュームが足りないなと思うので、この辺の髪とかを細く取って、これも全部外巻きに、今度はこうやってもうちょっと早めにも外す。最後はこうシューって伸ばす感じ、すぐほぐす。そうするともうちょっとこう表面に動きが出てくれるので、リコは少しだけします。ハイライトをちょっとだけ細めに入れてるんですけど、ハイライト入れてる人はこうやって細めのカールを何個かやると綺麗に色も出てくれるのかなと思います。OK 完成。最後にこのままでもいいんやけど、リコはちょっとだけワックスを使います。ジョバンニシャイニーヘアワックスを使っていきます。もうこれやばいぐらいないんですけど、こんな今日は前髪には使わへんから、まあちょっとだけ取って指で溶かして顔周りの毛を中心に塗っていきます。でここをまとめたい人はこうやってまとめながらセットするとかするといいと思います。こんな感じです。後ろ全部見るとこんな感じ、負けとるかな、ちょっと不安ですが、こんな感じでございます。リコがこういう巻き髪とかするときに使うリップを紹介します。ここからは番外編ですねこちらシャネルのルージュココフラッシュ92番、こんな感じの色です。で赤っぽいけどつけると結構ピンクで、重ね付けすると赤っぽくなってくるかなって感じやけど、潤いがあるのでお気に入りです。ちょっと今日はヘアアレンジの紹介でしたが、リップも紹介してみました。というわけでリコもまだまだ勉強中ですが、少しでも参考になったら嬉しいなと思います。それでは最後にチャンネル登録と高評価、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。